はいさーい。今日ですね、依頼メールなんですけど、はい、沖縄で変わった食べ物を見たっていう、うんはい、そのリスナーさんからそれどこにあるのっていう調べてほしいってことでね、画像とか送られてきたんですけど、うんはい、その食べ物こちら多分ね、うまくなんかまた自転車検証とかこうやって貼ってくれてますけど、うんうん、これ食べ物だと、うん、なんか思ったことあるか一応前日めっちゃコーン食ってそう俺はなんか水分がちょっと足りないのかなっていう、なんか食物繊維が取れてそう、うん、この珍しいですね、僕らも見たことないんで、はい、これをね、インタビューでもう聞いていって実際どういうものなのか食べてみましょうよ、はい、食べて、浜ちゃんに持って帰ろうか、どうせ好きそうっすもんね、うん、じゃあ早速インタビューしていきましょう。聞き込みに海を選ぶっていうそうそう、聞き込みまさか海くんっていうね結構ボーダーして決めるかこれ、ボーダーしてどこ行くか決めるか、やるよ、はい、はい、あ、そっち式？あっちなんだどっち式か、あっちか、僕こっからズーム対応でいいっすか、もちろんこれ完全、うん、あっち無理だろうね、無理だね、ハワイ行くんかもう一回、もう一回じゃん、もう一回、もう一回、もう一回横回転かけるわ、横回転かけるわ、はい、どうなったっすか、あっちか、あっちだ、ギリギリあっちだね、もちろん石垣まで行くんかこっちだ、結構無理あるでしょ今のただいま散策中、散策中人がいない、うん、まあ海近いんで、漁港とか行って海中の方に聞いてみましょうか、はいはい、そうですね、漁港近いもんね、うん、天ぷらっぽい、なんか天ぷらっぽくない、マジっすか、形的には確かに天ぷら、漁港に天ぷら屋さんとかないかな、そこで聞いてみたら、なんか美味しそうなのがあるとかってちょっとやってみましょうか、天ぷらなんですよね、そう天ぷらじゃない、ダメだね、ダメだったんすか、知らなかった、知らなかった、じゃなんか買ってたから正解したのかなと思ったんですけど、もうそれっぽいやつ、それっぽいやつ、お塩がこれじゃねえみたいな、イカスミジューシーだろ、天とかじゃない、天ぷら、あ、ぽいぽいぽい、とりあえず、はい、お腹空いてるからこれ食べてもう一回調査しよう、そうですね、うん、でも背中見えてきた、背中見えてきたね、真っ黒、100円でしたよこれ、100円大きい、うん、いただきます、うん、あ、おいしい、おいしい、うん、でも口がイカスミついてる、私はおいしい、なんかイカ汁からさ、うん、ちゃんとコクがある、美味しい、普通にうまいぞ、このおにぎり、ね、しっかりイカ汁、美味しい、美味しいよね、舐めてた、うん、あってか、んこちゃん、これ、自分が見たことないっすね、見たことないっすか、聞いたこともない、聞いたこともないっすね、そうなんですね、海んち体験、大型定置網なんですけど、はい、もしよければ、はい、はい、ありがとうこんなのが取れるらしいですね、これ告知したから天ぷらの情報分かるとかそんなんないですか、別に見たことないですよ、隠してるわけじゃないですかね、隠してないですか、全部で、はい、ちなみにこれ何に見えますこれ、自分もイカスミの天ぷらだと思う、ああ、よかった、じゃあ近いですね、やっぱすみません、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、これ、天ぷらっぽいらしい、見たことある、こんなの、ないです、何に見えるこれ、ナマコでとどめとこ、ナマコ天っていう、ナマコを焼いたやつみたいな、ナマコ焼いたやつみたいな、ナマコ見たことないのか、ありません、学校楽しい、はい、彼女募集中、インタビューします、はい、これ見たことある、これこんにちは、あ、ちょっと見えるなんか黒い食べ物なんだけど、天ぷらって見たことある、天ぷらかわからないけど、なんかちょっと見た目が黒い棒状の、あ、いいな、見たことないか、この辺で見たことない、あら難しいな、壁登ったのにないのか、はい、ありがとうね、ありがとうございました、これからもハイサイよろしくね、はい、ありがとうございます、ください、バイバイ。
バイバイ。なんか言いたいこと言ったら入るよ今。うん、はい。なんか言いたいこと言っとけば。それダメだな。バイバイ。ありがとう。ありがとう。バイバイ。バイバイ。ちょっとね、今積んでコンビニに寄ってるんですけど、はい、じゃあやっぱコンビニ店員だったら、うん、あれこれ知ってると思うんですよ、やっぱ、うん、たくさん聞かれることあると思うんで、うん、ちょっと僕聞いてきます。あ、じゃあお願いします。はい、アピールしてね、コーヒーが冷めたし冷めてますね、きっともう俺探しすぎてけど冷めてます、冷めてるな。じゃあ来るの待ちましょうか。はい、戻ってこなかったら多分冷めた証拠ですね。うん。お、来た。中入ってからがいい。聞けた聞けた聞けた。マジっすか、やばくないっすか。なんかこの通りにあるみたいっすよ。あ、あった、大きいパーラーがあるって。パーラー、はい、興奮しすぎて、この正体何か聞いてないんですけど。あ、そうなの。あ、もう現地行ったじゃあ確かめよう。はい、でかした。うわー、すげー、ありがとう。あれじゃないっすか、パーラー、ほら。パーラー、左高いじゃないの、これパーラーじゃないですか、ほら。アンダギーって言ってる。あ、パーラー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 か。あ、なんか書いてる。クループラ、クループラ、黒いって書いてる。お、ちょっとやたら目が離したコナンだから。はい、もう僕もなんか今目見えました。見えます。見えた。嘘でしょ。お客様へ都合により休業中。でもほら、クルー天ぷらって書いてる。これじゃないですか。これだな。あ、でもほら、ちょっと外を見てください。これ看板に載ってる、これじゃないですか。これか、これだ、黒い天ぷら。あ、本当だ。ああ、じゃあこっちか、多分こっちですね。うん、うわ、ハイサイの撮影で久々にへこんだ。思い込んだ。マジだった。あ、でもこれ多分10分尺っすけど、あの長丁場だったっすからね今日。涙のアンコール。後日来ます。行きましょうか。ね、以前ね、その黒い、謎の黒い食べ物を、はい、この探すっていうのを取ったんですよ。はいはいはい。ちょっと調べた結果、そのお店もやってないみたいなんですよ。あ、もう閉まってる、閉店ってことですか。そうそうそう、はいはいはい。だから、はい、情報をもとに、はい、こういうのだったよっていうのを作ってりたいと思います。あ、再現 VTR みたいな感じですね。はい、なのでサクッといきます。お願いします。なんか正体は、はい、イカ。ああ、はいはいはい、イカ墨ってことですか。イカの天ぷらだったみたいなさ。はい、イカ墨、イカ墨、このイカ墨を作って、そうそうそう、これで、はい、天ぷらの衣、はいはいはい、作って揚げちゃうと、あら、不思議になるんじゃないかな。おお、すげえすげえ。じゃあ黒い、ドド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 ド、やんどやんど。竹島岡さん、やり方。あ、なんで沖縄ってこんな変わった料理よく生み出すんだろう。なんでかな。うわ、とったい。しょ、あっぽい。多分これ答えだ。これ早っ、答え合わせ。多分これだ。あ、この音、この音いいね。開けてくよ。お願いします。いけよ、お願いします。開けよ、はーい。パッ結構レベル高いですよ。パフ検定、パフ検定。はい、天ぷらが焼き終わったって言えばいいですか。揚げ終わったのがこちら。黒すぎる。すごいな。言いたくないけど、うん、炭と思いましたよ。ちょっぴりうんこって言うと思いました今、うん、炭と思いましたよ。黒、黒いね。うん、あの食いもんってなる。食べてみようか。はい、せっかくだから。どうぞ。おいしい、おいしい、おいしい、おいしい。へぇ、イカスミの風味がすごい。へぇ、あ、ちょっと硬いね。うん、もうちょっと考えてきればよかった。
これも美味しいよね。うまい。硬い。顔。熱かった。うまっ。普通に、まあ、見た目だけで言ったら普通に固めたのかなと思って。うん。これですか。あ、うん、天ぷら？そうそうそう、天ぷら。すごっ。いただきます。うん、どうぞ。いい匂いする。見た目だけで言ったら食べたくないやつ。硬いでしょ。硬いでしょ。油が美味しい。油が美味しい。これが美味しいかもしれないです。あ、これ味付けイカスミだけなんで。マジっすか。うんうんうん、こっちが美味しいです。これはちょっと硬いんですよ。これも美味しいよね。うん、これが美味しいです。衣だけ全部剥がして食べたい。何これ、木炭。え、木炭。木炭です。いや、木炭。うん、じゃないじゃない。とりあえず食べろよ。石炭食べろよ。なんか最近外に転がってんの似たなと思ったんだけど、よく似てんのが転がってたんだよな。衣はめっちゃうまいね。これ美味しいね、うん、衣だけ食べていい。イカ、顎疲れんな。遠征やと肉うもんではない。確かに。待って、まとまるくん。4,5 回使ったやろ、筆箱に放置してたやつでしょ。まとまるくん、黒くなったまとまるくんだろ、これ。ボロボロ削れるやつ、うん、冷却室作ろう。でも多分、うん、まとまるくんの食感一緒。多分こんな味なんだろうな。こんな感じなんだろうなって感じ。はい、ということで、これね、ちょっと前の動画で少し僕もちょっと記憶がちょっとあやふやなんですけど、はい、まあね、ちょっと再現して作ってみました。はい、まあいつかね、はい、お店が復活して食べれる日が来るといいですね。はい、本物だ、僕も食べてみたいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。